三河一向一揆六時明号、本願寺所蔵一向一揆とは、戦国時代に浄土新州本願寺教団の信徒たちが起こした、権力に対する抵抗運動の一揆の総称。浄土新州本願寺教団によって組織された、僧侶、武士、農民、商工業者などによって形成された宗教的自治、一揆のことである。本願寺派に属する寺院、道場を中心に、 蓮如が言う、東流の安心は、乱如来の本願にすがり、一心に、極楽王城を信ずることにあるという教義に従う、土豪的武士や、自治的な創尊に集結する農民が、地域的に強固な信仰組織を形成していた。1488年、加賀守護、戸賀島幸家を滅ぼすことでその勢力を世に知らしめる。戦国時代末期、 小田信長などによって鎮圧されるまでは各地に安定した豊かな町が築かれた。本拠地とされた摂津大阪や伊勢長島、三河や萩川流域などは湿地帯であったことから高度な治水技術があったのではないかとの見方もされている。反面、一向一揆を起こした寺院、僧侶らは世俗領域の領主、支配者に従わない政治的動きを示しており、 織田信長が一向一揆に対して、非戦闘員の虐殺を含めた、殲滅戦を行った背景として、彼らが織田政権の宗教政策に対立する存在であると、共に、その活動が宗教者として失格であることを広く、内外に示すためだったのではないか、とする見解も出されている。栄昇三年、加賀一向一揆は、他の一向一揆と共同で、越前の浅倉市に攻め込んだ。 大規模な戦となり、越前吉崎御坊が破壊された。永正三年、朝倉氏が本願寺一行送金指令を出す。大英元年、越後長尾氏が禁止令を出す。天文二十四年、日後相良氏が禁止令を出す。元気三年九月初旬に、越中国自利水坂において、上杉謙信軍が、加賀一行一騎、越中一行一騎連合を破った。 一揆の拡大によって、武家政権の基盤を脅かされることを恐れた、織田信長や細川春元ら権力者との争いを展開するなど、戦国大名化して、派遣を争ってもいる。しかし、1580年、信長との交渉に敗れて権女が、石山本願寺を退去した後は、本願寺の分立騒動もあって、一向一揆という名称は見られなくなる。江戸時代、一向僧が、 薩摩藩、人吉藩で三百年にわたり、近況とされた。ありがとうございます。